日枝神社側から27階南側の長目アネックス棟、スイスハウス、スイスインターナショナルエアラインズサンローパークタワーは東京都千代田区長田町2丁目にある超高層ビルディングである。かつて東京を代表するホテルの一つであった三郎ホテルの跡地に建設された超高層ビルである。2000年1月に竣工し、2月に開業した外堀通り沿いにあり、 赤坂川で、日枝神社に、ため池川で道路を挟んで、総理大臣官邸に隣接する。また、外堀通りと逆側では2010年春港の東急、キャピトルタワーとも隣接している。地下2階で、東京地下鉄銀座線及び南北線、ため池山王駅と直結しており、丸の内線及び、千代田線国会議事堂前駅とも連絡している。当初の計画では、 地上50階町、高さ200メートルを超す高層階にホテルを用した大規模な複合ビルとしての計画だった。総理大臣官邸、総理大臣公邸側には極力窓を設置せず、なおかつ外が見えないようにするという配慮がなされている。本ビルの建設にあたっては、ヒ枝神社の空中圏を取得し、容石率の制限の緩和を受けている。高層階は、 ホテルとして利用することを考慮した設計であったため、27階には、スカイロビーと呼ばれる吹き抜けを備えた広大な空間があり、現在は、北側半分を NTT ドコモが本社受付ロビーとして利用しているほか、南側半分はドコモ関係者以外の一般者も利用可能なスカイレストランとして飲食店が営業し、港区にある赤坂ビズタワー、東京ミッドタウン、 六本木ヒルズを展望できるフリースペースともなっている。1階から27階まで63人乗りという日本初の大型カゴを用いた三菱電機製の高速シャトルエレベーター6機が設置されフロア間をノンストップで運行している。なお、入居テナントオフィスの ID カードを所持した在勤者を除く一般社は商業施設、飲食店区画のある地下2階から1階ロビーと スカイロビーのみ自由に来訪することが可能であり、それ以外のテナントオフィスは制限区域となっている。三菱新宅銀行は本店建て替え中の2000年2月から2003年5月までの間、本ビルに本社を置いていた。本ビルの最大テナントが NTT ドコモであり高層階の27階から44階すべてと8階、9階、16階、17階に入居している。 地下1階27階といった公共スペースでは NTT ドコモの公衆無線 LAN サービスであるドコモ Wi-Fi の利用が可能であり9階は社員食堂になっているホテルの客室基準で設計された高層階に入居するオフィスは本ビルの利用計画変更に伴いオフィス利用を考慮同社は東京都内に NTT ドコモ代々木ビルや NTT ドコモ品川ビルなど 複数の自社ビルを持つが、本社機能は2000年の本ビル開業に合わせ、新日光ビルから移転した。本ビルに面し、外堀通りを挟み反対側、港区にある国際赤坂ビルが、日照祝いの移転により空きビルになっていたが、2001年に、ほぼ一棟借り上げの形で、ドコモサービス、ドコモエンジニアリング、ドコモモバイルといった、NTT ドコモのグループ会社の事業所が移転している。 また、周辺には、リサーチ・インモーション、HTG など、携帯電話関連の企業も集まっている。本ビルと直結しているため池山王駅から、山王パークタワーにかけては、常に、NTT ドコモのポスター等が多数見受けられる。2009年に発足した消費者庁は、庁舎を、本ビル4階から6階に置いた。賃料が高額であると批判を受けており、移転が取り沙汰されていたが、 当面は規模の縮小によって賃料を減額することで対応し2014年度に建て替えられる予定の内閣府元庁舎に移転することとしている。その後2016年3月7日中央合同庁舎第4号館に移転した飲食店や ATM 等ほとんどが地下1階にある。平日の昼休み帯には多くの飲食店で弁当も販売しております。 本ビル建設前の当治には2.26事件の舞台となり、また第二次世界大戦後には在日米軍施設となった山王ホテルがあった。同ホテルの経営者であった安全自動車及びその関連会社は本ビルの共同所有者である。詳細は山王ホテルを参照。ありがとうございます。